東京やってみーゲームチャンネル。今日はジャパンカップになります。ジャパンカップ男の予想です。ジャパンカップ男と言ってるんですけどね。シュヴルウランでまあ大爆発させて他にもね。去年も取ってるしね。スワーブリチャードの時のジャパンカップを取ってるしまあ、非常にね。相性のいいレースですね。 自分としてはそんなに意識してないんですけどね。なんだかわかんないけど、かなり取れてますね。まあ50、50以上はね、取れてます。しかもね、結構大勝負するときが多くてね、<laughs> ジャパンカップの時なかなかね、今年はね、低レベルでね。G2 メンバーかと思ったぐらい、低レベルなんですけどね。では行きましょうか。まずは、バーバー稽から行きましょう。まあ、今日クッション値はね、9.3でしたね。先週のね、逃げ先行、 差し追い込みの比率で言うとね39分の16が逃げ先行で3着以内に入ったのは16頭で差し追い込みが23頭入りましたそして今週は8頭逃げ先行で入りまして3着以内に差し追い込みが10頭ですねはいということでね差し追い込み有利という感じですまあ東京人はね、まあ、差し追い込み有利なんでね基本的に そしてまあ、高速馬場ですね。割と、まあ、だから、ジャパンカップ2分23秒以下になったらね、外国は不利でしょうね。これは。なんか馬房がね、できた、東京競馬場に宇宙にできたっていう話なんですけど、まあ、そんなの関係なく不利なんじゃないかと思います。毎年切ってるんでね、外国馬は まあ、それで5割以上当ててるんでね。まあ、今年もさ、いきなり言いますけど、外国は全切りします。高速馬場でフラット馬です。まあ、内も外も関係なくきますね。ただ、差し追い込み有利ってだけでね。はい。あと、まあ、ジャパンカップの傾向行きましょう。傾向はね、まあ、早仕掛けレースです。はい。競 y 予想 t v 出てたた匠さんで言うと、まあ、早仕掛けレースですね。まあ、結構早くから仕掛けて、そうですね、長くいい足が使えるね。 感じ。まあ、中段ぐらいから仕掛けて、長くいい足が使える馬が来ます。まあ、上がり三アロンだけじゃなくて、800メートル、1000メートルが速い馬が合いますね。まあ、一応ね、決闘コーナー行きましょう。決闘は、まあ、あんまり、もう決闘ほとんど入れてないですけどね、自分の指数に。東京芝2400メートル、両馬場で3歳から5歳まで、ディープの成績は26、19、13、94で、 短所回収値、いまだにね、100超えてるんでね。ジャパンカップの過去10年で、3歳から5歳までのディープインパクト3区は、4、4、3、15と、ディープは合うんでしょう。該当場は1投手買いません。シャフリアールです。<laughs> では、ジャパンカップ男が選ぶ、2022年ジャパンカップ本命は、14番、ダノンベルのおっきい人ぜー これ一番人気なのかなまあ、あんまり一番人気、本命したくないんだけどさ。まあ、3頭がね、もう、競り合ってるっすね。オッズは。たまにシャフリアールが一番人気になったりね。まあ、そう、まあ、全部拮抗してますね。生まれんも、ワイドも、三連単も、全部拮抗してますよ。どれから入っても儲かるんじゃないですかということで、まあ、ダウンベルが、 能力値1位です。はい。堂々の1位です。ダントツ1位です。まあ、3歳レベルがね、高くて、世代レベルの3歳は高くてね、3歳ボバの成績が5、2、4、17と、単勝回収値が100超えてますね。はい。まあ、セリフォスまで来ちゃったんでね、先週。まあ、筋力56なんでね、3歳で、唯一2キロ差がなかったんでね、ここをちょっとね、入れてなかったんですよね、3歳補正を。 まあそこがね。まあでも7位までに入ってたんですけどね。セリフォースもダノンザキットも。あれがね、ちょっと言わなかったのがね、ダメっすね。そうですね。まあジャパンカッパーね、2キロ差あるんで。まあ3歳。しかもボバね、3歳ボバが成績良くて。はい。ヒンバはそんなんでもないですけどね。まあでもダノンベルガだったらね、同金でも勝てそうなぐらい強いんでね。金量 2kg もらったら 全然余裕じゃないですか普通に考えてそしてダノックス成績ダノンのねまあ冠名ダノンのダノックス馬主がダノックス成績で前走クラス別ねで言うとね G1 と G3 が成績いいんですけどね選手だからダノンだきっと来ちゃったんでねまあダノンは前走 G1G3 の成績がいいって覚えておいてくださいはいっていう感じであとはね差し追い込み有利ババなんでね そこあと枠はね内枠有利なんっていうね過去5年で見るとねジャパンカップほとんど2桁馬番来てないんですけどねうーんまあそこは2021年から差し追い込みすごい有利になってきてるんでねそこはどうかなと思うんですけどねまあでも今日もね1桁馬番が結構来てるんでねうーんまあでもそこも差し引いてもナノンベルが。 1>, 1位なんでね指数そしてラップラッパね全馬の中でね天皇賞秋のダノンベルーガ、まあ、出出走馬の全馬の中で 1000m が一番速いのもダノンベルーガだし 800m が一番速いのもダノンベルーガなんでねまあ最速ですねしかも 800m のニハロンニハロンのラップも加速ラップだったんでねはいまあ合うでしょうもう一番合うんじゃないですかねまあでもここまではすごいいいところばっかり言ったんですけどね まあ弱点はまあ2つあって外球なし成績が悪いと、まあ、だからその着外2回のね皐月賞とダービーの時は外球がないとあとはまあ距離延長、まあ、この2個が重なってるんですよね、まあ、今回もこの2個が重なってるんですけどね調教後の馬体重が498とまあ今回減って出てくるでしょうねそこがね そこぐらいです。ただね、ダービーの4着ぐらい走ればね、全然余裕で勝てる。もう間違いないでしょう。<laughs> ダービーのあの4着の走りがね、できれば、あんだけの出来だったら勝てますね。しかも55キロなんでね、55キロでダービーぐらい走れれば、まあ、勝てるんでね、まあまあ、走れる可能性は高いんじゃないかと思いますね。そんな感じです。まあ、ダノンベルーが、まあ、堂々1位ですね。 では、対抗いきましょう。対抗だけど、あんまりかけないかもしれないです。対抗、指数2だけど、あんまり気がない対抗です。いきましょう。対抗は、15番、シャフリアルです。オッケー来たぜーまあ、これ気がないですね。対抗だけど、あんまりかけないかもしれないですね。さっきも言った通り、ケットディープでね、まあ一番合いますね。そして、リピーターレースなんですよ。この馬、まあ、このレースは。まあ、4019と、短所回収157。 副所回収51とあとまあ皆さんまあ知ってるかもしれないですけど、まあ、ダービー12着馬の3歳から4歳馬の成績が2335とただこれ単所証回収値ねあんまりうまみがないかもしれないですね80の副賞は95と100超えてないんでねディープリピーターダービー12着馬とね3つもねいいデータあるんですけどねこの馬がねレースレベルが高かったのはねダービーのみなんですよ ダービー以降、ちゃんとしたね、レースレベルが高いレースは一個もないんですよね。これはね、ひどいんじゃないですかね。去年のジャパンカップは低かったんですよ。レースレベルかなり低かったんでね。そして秋天は空手と0.1秒差なんでね。まあ、き天もちょっと、あれ、レースぶっ壊れちゃってるんでね、あんまりパフォーマンス高く取れないレースなんで。 あと、ドバイシーマは打ち伸びっていう話もあるんでね。まあ、海外のレースなんでよくわかんないですけどね。ダービー一発屋っていう可能性がかなり高いんじゃないかと思ってます。ただ、指数がね、やっぱこんだけデータ揃っちゃうと出ちゃうんですよね。ディープ、リピーター、あとダービー1、2着とかね。ラップもね、去年のジャパンカップがねギリギリ合ってるんでね。ラッパー、さっきのダノンベルーガと比べると全然遅いんですけどね。 まあ、だからこんだけ揃ったんでね、一応対抗には打ってるんですけど、買い目は薄くなっちゃいますね、多分。かなり怪しいんですけどね、指数が出ちゃったけど、かなり怪しいんでね。では、ジャパンカップの穴馬いきましょうか。穴馬2頭言います。いきましょう、2頭。空手と夕張ベンです。この2頭です、穴馬は。そうですね、空手は。 シャフリーと0.1秒差しかないんですよね。そして前走天皇賞秋はね、着順が悪くても巻き返しがあるレースなんで、日本馬の凱旋門と天皇賞秋は着順悪くても巻き返せるんですけど、その他のレースはね、巻き返しできないんで、天皇賞秋は巻き返せると。そして差し追い込み馬。はい。距離ね、2201回しか走ってないんですよ。 距離がね、伸びてね、良いか悪いかってのは全然わかんないんでね。ここはね、このオッズだったらね、この人気がないんだったら、パフォーマンス上げる方にね、かけた方が面白いんじゃないかと。シャドーリーバーみたいになんかもう完全に距離が長いのはダメっていうわけじゃないんでね。走ってないだけなんで。まあ、あと、点球してるんでね。それもプラスになるでしょう。URL 弁はね、まあ、天皇賞秋でも印打ったんだけど、まあもう一回打ちますね。ここでも。 このままの一発屋でね、オークスだけなんだよね。うん、ただね、あの、前走前走東京のね、この馬自身の前走東京の成績がいいんで、1、1、1、2と、札幌2歳、阪神ジュビナルフィリーズ、オークス、この3レース、全部前走東京なんでね、全部人気より走ってます。週華賞とかはダメだったんだけど、ただこの馬、感覚、 開くとダメな馬なな馬馬んんでで感覚詰めてる方がいい馬なんでねまあ今回オークスと同じく中3でジャパンカップ出るんでね条件揃ってるんじゃないですか感覚詰めて前走東京っていうねこれだけでも買っちゃえばいいんじゃないですか前走天皇賞はは巻き返しが効くんではいそうですねシャフリーよりはねこっちの方がね美味しいんでね正直コニートの方がね美味しいんでね まあ、空手も0.1秒差なんでね。宇治原先生がね、かなり吹いてるんでね。どっちになんだろう、本当なのかどうかわかんないですけどね。ダービー以降、一回もあいいパフォーマンスを上げてないんでね、シャンプリーアルは。まあ、来ちゃったらごめんなさい。シャープリーはもう、来ちゃったらごめんなさいレベルなんでね。あと、外国馬は来ちゃったらごめんなさいレベルなんでね。これで、2022年、ダノンベルーガで勝負します。では、実況動画もよろしくお願いします。前週1回目と、 新内競馬新聞はブログの方、ツイッターの方にあげるんで、そちらを見てください。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。じゃあくくぜ o k o t ー,ー,ー競馬チャンネルいくぜじゃあバンカッパ俺に任せろ <music>